こうってやっぱめんどくせえから。おでっす。マウスパッド1個買っとかないとダメな、これ。フラミいらっしゃい。こんばんはとか、お前、すっとぼけて打ってんじゃねえぞ、この野郎。忘れてねえかんな、この野郎。阪神ダメだな。もうよ。ダメだろ。あんなのよ。サクッといけよ。バカなの、あれ。なあ。俺もう見なかった。もう途中で見んのやめたもん、もう。5点取られた時点で。ああ、もうこれダメだなって。ああ、まあ、ゾーン入ったなと思って。うん。ごめんなさい。まあ、いいよ。来たきゃいい。来てもいいけど。うん。エンジンかけるときとかけないときでセーブしてね。うん。俺も酒飲んでさ、暴言吐くときあるけどさ。なんかさっきマサの放送言ってたんだけど、仮想通貨。おじさんマサ、なんかそこでさ、匿名がさ、4月になってね、コンプライアンスが厳しくなって、みんな、なんか、配信者はみんな、規制かかるぜって。と、ほざいておりました。どこの誰だか知らない匿名が。もう法律家だから、彼らは。ああ。弁護士に時にはなり、時には政治家になり、うん、素晴らしいよ。ああ。マジで。やばいんだよ、あいつら。お前ら何人でもなっちゃうんだから。ああ。素晴らしいよ、あいつら。ほんと。ただのパタローだから。東京、でもよ、今日糸井ちゃんよ、ドーム一発打ったな。あの広い球場でな、二階席ぶち込んだよな。見てたよ、そこは見てたよ、俺。じじいやったな、と思ってよ。ああ、糸井。いやー、二階席ぶち込んだぜ。あれな、俺はっきり言って、サード、大山守備もうちょっとよ、鍛えろよ。俺ね、最後ね、大山のサードの、ライン際のあの球さばきのあれでも決まりだと思った。あれが、三塁線が抜けたので、あ、もうこれでダメだと思った。サードちゃんは、逆方向の打球を打てるようになってるから、引っ張りを今消してるだろう。うん。そうすると相手の攻め方が変わってくんだよ。じゃあ今度インコース来るか。どうなのって。っていうかさ、このさ、写真見て、俺のユニフォーム、阪神タイガースの。ねえ。誰でも言ってくれよ、お前。ねえ。だから、梅野で行くんだよ。藤浪と相性がいいんだよ。梅ちゃんは。たていらっしゃい。大山って面構えが好きです。そうか、なんかさ、バッターボックス、なんかね、俺ね、やっぱ、イメージとしては、ホームランバッターってイメージは右バッターにはあんまりないんだよね。どう思うみんな。野球好きな人。やっぱ左かな。ホームランバッターって。何なのかね。どう思う？なんかね、右のね、ホームランバッターってあんまり、スマホ、パソコンで月収100万円超え。おめでとうございます。俺、今日っていうかもう25日だから、今日、ツイキャスの
入金が、厳選引かれて、87,670円でした。ありがとうございます。今月1ヶ月分で、ありがとうございます。家賃払いました。いいよ、笑ってんじゃねえよ。ほんとギリギリで生きてんだからね、俺。マジで。なあ。あ、でもさ、チャンさんさ、あれはあれで、あれ玉は一つの持ち味かもしんねえよ。まあ、本当はね、コントロールがもっと定まったらいいんだけどね。林間いらっしゃい。まあ、でも、相変わらず濃厚やることだからダメだよ。やっぱプロ野球って、あの、山本由伸みたいな、ああいう緻密な、ボールが投げれるやつが残っていくよ。まあ。マジで。それさ、組合、江川も、高校が全盛期って言われてんだよね。マジで。やけ酒飲んでいいんだ。あんまり笑いようすんなよ。いいんだよ、まあ。そう、江川も、作新の時に全盛期って言われてた。うん。清宮どうすんの？荒木大輔は大したことなかったよ。ぶっちゃけ。あれは、早稲田実業っていうチーム自体がまとまってたから、荒木でも勝てただけ。あれはもともと、調布のシニアリーグから出てったが人間だから。そうだよな。俺ほら、俺は秋島シニアリーグだから。ああ、すげえのいるんだなぁとは、話には聞くよ。すごいのいるぜ、つって。うん。ユニフォーム着てないんですかって。これ着てどこ行くんだよ。こんなん着て街歩いてたら、もう背中に名前背負ってんだから、おめえ。すぐ声かけられるんだろ。久我山？うん。いいよ、もう。俺の母校は、卒業してやっと母校とか、アンチに言われたから、もう言わない。もう。うん。江川は予選じゃ、点どころかヒットも打たれませんでしょ。もう、あのさ、完全試合とか、江川とか、あの、予選とかで何回やってると思ってんの？もうさ、相手もさ、もう無理だよ、打てねえよ、みたいな、あんなボールって。もう、諦めのさ、チームが、何チームあったことか。だろ？そら、打てねえよ。だってもう、まっすぐだけでいけんだから。うん。3球ずつ、だから1回を、まあ、多少ボールが入ったとしても、1回を15球で刻んでって、9回までで、まあ、それで、三振だけでいいやっていう感覚だよ。じゃないかな。違うんだよ。桑田はめっちゃコントロール。うん。めっちゃコントロール。うん。桑田はストレートとカーブ。うん。
だけどそのカーブがすごかったんだよ。巨人に行ってから入ってから桑田のカーブはすごくキレがあったね。藤川の日の玉ストレートはあれもやべえな。もうで画面で見ててもう上に盛り上がっていったもんな。桑田はだあれは、うん、だからミスターな。桑田はフィールディングが良すぎるから肘やっちゃったんだよ。三塁側のあのファールフライを取りに行って。わかる？そうだろ？うん、もったいない。あんな取んなくていいんだよ、無理して。取れるんだよ、彼は。水野なんかであんなデブいらねえよ。もったいねえ。あれ、棒に振ってんだろ？肘やってよ。投げてたら怪我じゃねえかんな。涼介いらっしゃい。投げてて怪我したんじゃなくて、プレー中の怪我だからな。ああ、だってそれまでだって桑田真澄って言ったら140後半から150キロ台のスピードボールは投げてたんだよ。うん。で、手術して帰ってきてから、130キロ後半ぐらいに落ちたよな、やっぱりな。坂東英二もすごかったんですから。ああ、あれも甲子園だけ。うん。中日来て、大したことなかったよ。中日に何年いたんだっけ、バンちゃん。卵おじさん。なあ。ああ、マサさん、さっきありがとうございました。おいです。桑田って、それでも、打席でも手を抜かないから、ポップライだ、そう、うん。お、ウェット、そうよ、俺スーパースターだったのよ。地元で。もう野球って言ったらもう佐野って言われてたから。ああ。バンド？もう卵食ってりゃいいんだよ、あれは。ああ、吉村な。吉村な。いいとこついてくんね。でも、あれはもう桑田は一回はメジャー見たかったんじゃない？タコ踊りといえば、何を言ってんのかな？ゆうたくんブロックです。もう、ブロック解除しないからね。昨日で解除は最後だから。オール解除は。はい、さよなら。ごめんね。うん。何言ってんじゃねえ、この野郎。タコ踊りといえばだよ。お前今の話に即してねえんだよ、このことは、この野郎。クソがよ。ちゃんとすれや。おい。鈴木誠也、俺はダメだと思う。無理。だって、じゃあさ、鈴木誠也をどう使うの？イチローみたいに使うのか、打率で使うのか、ホームランバッターで使うの？それは無理だと思うよ。なあ。5年100億円？払いすぎじゃね？あ、のりちゃんいらっしゃい。って思って、大丈夫なのかな？なあ。
メジャーは奥だからな、もうすぐ。プーンって。そう考えるとさ、いかに、大谷が安かったかっていうのはわかるよな。あ、いや、大谷は40億ぐらいだったよ。あれは、貸し出せみたいな形だったから。うん。だから、大谷は今年、1年間、メジャーでやれたら、規定、終えて、フリーエージェントの資格持てるから、もう、メジャー争奪戦が始まるぜ。うん。絶対。なんでかって言ったら、メジャーってよ。変な話。商売なんだよ。この選手取ったら、客は入るわ、人気者になるわで。ああ、大谷なんか絶好調だね、お前。ああ。いや、ヤンキース取りそうだな。あそこはずるいからね。ああ。いやいや、今日はほら、もう阪神がさ、ぐずりやがったからよ。いや、あれね、金持ちだしって言うけど、あれはずるいよ。そうそう。DH でもいいんだけど。でも、大谷だったら、あ、僕やりますよ、別に普通に。俺らさ、中学校の時とか、何を打つだ？花巻東の先輩だよな。ああ、別に調べてるわけじゃないよ、うん。クリスティアーノ・ロナウド、メッシレベルは無理。野球で。いや、でも、いや、イチローはもう、すごいよ。のも、も、日本人的にはね。で、これから大谷翔平がどうなるかで。松井を妙にさ、メジャーで持ち上げてるやつがいるんだけど、俺そんな松井すごいと思ったことねえんだけど、これどう思う？松井、そんな、すごい？うん。そんなすごいの？ホームラン王取ったこともねえだろ？一度も。ホームラン争いもしたことないだろう。なあ。あれは、後楽園が風吹いてたからだよ。後楽園とか甲子園とか。ドーム風。まあまあ、そりゃな。一流ですけど、超一流ではないですね。だから、松井は一流だよ。超一流は、俺の中では、バッティング理論で言ったら、落合、
一郎。もうここ。ここ一択。二択だけど。うん。バッティング理論。この人たちの話聞いてりゃもう間違いないよ。だって、落合なんてさ、あるわ。落合だよ。だって変だろ、あの人のバッ、お前 YouTube で上がってるの、あの人のバッティングスタイル見てみろ。おかしいんだよ、バットがよ。出るとこは。清原は、あれは北田はパカーンって打つだけだから。清は、あれ俺の一個上か。うん。いや、落合はトークはあんまり喋んねえんだよ。恥ずかしがり屋だから。あれは神さんの方が話すんだよ。年上の女房な。組はな。あれホステスだったんだよ。それ口説いて再婚したんだよ。ああ。なんか、やめれや。ああ。うん。落合が通ってたよ。あの、店のよ、ホステス、お前、口説いて、お前、結婚しちゃったんだよ。意外と知ってんだろ、俺。ノムさんといい、あ、でもね、ノムさんはね、やっぱね、野村、勝也は日本の球界史に残る名選手だったと思うよ。マジで。だって ID 野球作ったのノムさんだからね。だってサインとかも作ったのもノムさんだからね。うん。あ、なおやらっしゃい。あの、一人のピッチャーに一試合全部投げさすなんていうのは、もうバカらしいって。もうお前はそこでいいんだ。そう、クイックなんてやるに決まってんだろう、みたいな。野村克也は相当なことやってる。ただよ。エナツをクローザーにして野球を変えましたもんね。まあ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 。俺は野村監督は日本一の監督だと思ってる。なんでかって言ったら、野村監督はあんまり優勝実績はあんまりないんだけど、これがよ、野村が育てたケツを星野が全部かっさらってってんだよ。わかるだろ。もう、野村が全部作り終えたやつを、星野が言って、はい、優勝だから。わかる？なあ。まあ、言っちゃえな。もう一年やっときゃよ。どうわけ。ああ。まあまあ、なんでよ、星野なんだよっていう話だけどよ。だから監督って、だからこれがすごいんだよ。野村はキャッチャー出身じゃん。星野はピッチャー出身じゃん。見方が全然違うんだよ、野球の。キャッチャーは、あの、全グラウンドを見れるんだよ。ピッチャーは後ろ見えてねえんだ。うん。だから、ゲームのことが頭に入ってないんだ。キャッチャーしか見てねえで野球やってきてるから。だから俺もそうだったよ。うん。まあね。アドラゴンいらっしゃい。こんばんは。
けてありがとう。なんかさ、その、まあ、イラブっていう名前聞くとさ、俺はあんま、なんか、あんまり名前も出したくねえけどね。何があったのかわかんねえけど。うん。森？あれもキャッチャー出身だろ？西武の森って。もうじいさんだろあれ。あれ、亡くなったんだっけもう。ライオンズの。俺ほら、立川住んでたから、あ、まだ生きてんの？うん。ハワイで生活してんなんだよ、悠々自適かよ、これ。この野郎。コンドミニアムかなんかで、生きてんだろ、どうせよ。そんなんじゃないよ、ほんと。ノモさんは、あ、それ言ってるよ。だから、清原専用駐車場を作っちゃってんだ。もう清原のベンツはここ駐車場みたいな。1年目かな？ 2 年目だったっけそれ。うん。もう清原2年目からもうベンツ乗ってんだ。S だか、SL か、うん、SEC か、うん。まあ、東尾、まあ、あれもバカだから。顔見てわかんじゃない、東尾なんて。喧嘩っぱいやんだよ。気が合うんだよ。清原もお前喧嘩っぱいやだろ。東も、すぐ喧嘩すんじゃん。わーっつって。飲み行ってよ、どうせ、なあ、キャバクラ行ってよ。わーってやってんだよ。バカ同士仲いいんだから。ポンポン。そんなことあんのかよ。マジで。あのね、これね、ぶっちゃけた話、足の速いランナー出ると、ファーストを守ってるやつが、なあ、サイン出てんだろうとか、声かけんだよ、それ。出てんだろうって。挙動るからね。出た？出た？みたいな。無言だったら出てんな、みたいな。うん、出てないよ。